皆さんこんばんは。6時半になりましたので、会見発議反対、軍拡やめろ、辺野古新基地建設中止、ロシアはウクライナから即時撤退せよ、命と暮らしを守れ、 7.19 国会議員会館前行動を始めていきたいと思います。それではまずはじめに主催者から挨拶をさせていただこうと思います。球場コアスナの岸山さん、お願いします。よし。お集まりになられた仲間の皆さん、こんばんは。参議院選挙が終わりましたけれども、参議院選挙の本当に終盤で、もう本当にまさかの想像もしないような安倍元首相が殺害されるという事件が起きました。私たちは今まで何度この場所や国会正門前で声を枯らしながら、安倍政権を倒そう、安倍政権退陣と、安倍政権の責任重大、数えきれない安倍政治を許さないのシュプレヒコールを私たちは上げてきました。このような形で安倍さんとの戦いを終わらせたくはありませんでした。しかし、まあ、お亡くなりになったからといって、安倍さんが今まで行ってきた悪政の数々までもはなくなったわけではありません。安倍菅政権は岸田政権になって脈々と引き継がれています。私たちはこの安倍さんの死をものすごい利用して、これから襲ってくる会見を絶対に許してはならないと思います。安倍さんの願いを叶えるための会見ではありません。生きている私たちのための、未来のために、今の憲法を絶対に変えさせない、そのために私たちは今遠慮せず、しっかりと数々の悪政、数々の民主主義破壊を言っていこうではありませんか。安倍さんが銃撃された時、自民党、公明党、維新、数々の人たちが民主主義を揺るがすという言葉を使っていました。もう本当に違和感しかなかったです。民主主義を揺るがしてきたのは誰なんでしょうか。赤木さんはじめ、どれだけ多くの人々が安倍政権の下で亡くなっていったでしょうか。私たちはこういうこともなかったことにはしてはならないと私は強く思います。ましてや国葬なんてとんでもありません。命の重さは平等です。これだけコロナが感染拡大し、長引くコロナ禍で安倍政権はじめ経済優先の政策を行ってきた結果、誰にも見つからず、誰にも見取られず、亡くなっていく方がたくさんいました。そういった方を差し置いてどうして国葬にするんでしょうか。こういうことも私たちは遠慮せず、おかしいよという声を上げていこうではありませんか。そしてもう一つ、旧統一教会との癒着が明らかになってきています。私たちは前から言ってきましたけれども、こういったことがやっとテレビでも毎日報道されるようになりました。違法な活動を隠蔽擁護し、反共的価値観を政策に反映してきた、この見返りに物や人や金の支援を受けてきた、こういったことが毎日のように明らかになってきました。このような過程で山上容疑者の行動が生み出されたのではないでしょうか。戦争が外交の失敗だというならば、銃撃は民主主義の敗北です。今まで北朝鮮や中国が攻めてくると散々煽って、軍事力を高め軍拡を進めてきたのは安倍政権でした。私たちはこれを機に、暴力では何にも解決できないんだと、そういったことを訴えていかなければなりません。軍拡ではなく、軍事ではなく、力によらない対話で平和の外交をしていこうと訴えていかなければなりません。さて、参議院選挙の話に戻ります。参議院選挙、1人区では
本当に悔しい結果となりました。最終日に安倍さんの死を利用して岸田さんが激戦区山梨新潟に入ったことはとても大きかったと思います。しかしやはり私たちのこの今回の市民と野党の共闘が去年の衆議院選挙のバッシングから本当に揺らいできた結果とも言えます。悲しい形ですけれども市民と野党の共闘がどれほど勝利に大きく貢献してたかということがよくわかる結果となりました。市民と野党の共闘をしたら負ける、共産党の力を借りたら負ける、これは完全なデマだということがはっきりとしました。私たち市民と野党がさまざまな違いを乗り越えて一緒になって今の政治変えていこうよ、こういう運動が私たちこれまでことごとく潰されてきました。それも統一教会、旧統一教会の支援を受ける自民党と創価学会が母体の公明党、この2つこそちぐはぐではありませんか。どうして私たちの野党共闘はこんなに批判されるのか。共闘してもらっては困る人たちがいるからです。こういうことも今回はっきりとしました。私たちはこういった反動に決して揺るがされることなく次の選挙に向けて市民と野党の共闘は絶対なんだ、原則なんだということを改めて皆さんと誓い合おうではありませんか。そしてしがらみによらない本気の市民を巻き込んで野党共闘を私たち作っていきましょう。選挙が終わって投開票日8時になった途端に新聞やテレビに流されたのは改憲勢力3分の2以上というテロップでした。選挙中どれだけの自民党の候補者が憲法改正のことを言ったでしょうか。それなのに選挙が終わった途端に改憲勢力3分の2だと本当にずるいなと思いました。しかしここで諦めてはいけません。改憲勢力も負けそうな時に国民投票は行いません。私たちは今から本気の市民と野党の共闘で国会内外で戦って、そして街中にも出まくって改憲なんかとてもできるような状態じゃないような世論を作り出していかなければなりません。先ほども言いましたけれども岸田首相は安倍さんの国葬や安倍さんの死を最大限利用して何が何でも改憲を進めようとしています。でも私たちはそれを許さないためにも統一教会のことやそして今までの悪政のこと、また税金の使い道などこれらの点からしっかりと訴えていき、南西諸島を中心とした本当にまた沖縄を戦死にするようなそういった戦争をさせない、戦争できる国づくりをさせない、そういった運動をもう一度私たち足元から作っていかなければならないです。一緒に諦めず共に頑張っていきましょう。ありがとうございます。それでは続いて政党からのご挨拶をいただこうと思います。まず到着順でご紹介していきます。社会民主党の参議院議員島瑞穂さん、よろしくお願いします。おめでとう。どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。今日この会場に来たらおめでとう、あるいはよかったねとたくさんの人に声をかけていただきました。参議院選挙終わればあと2人3人通したかったと、もちろん欲張りな私は思うわけですが、社民党が政党要件を確保し私も国会に戻ることができました。本当にありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。皆さん、いよいよ私たちがこの社会を政治を変える時がやってきました。まず冒頭国葬について申し上げます。社民党は国葬に反対です。なぜなら国葬に関する国葬令が1947年廃止をされているからです。なぜわざわざ日本国憲法下で廃止をされたのか。それは国葬令が国民は喪に服すと書いてあり、国民にもう事実上強制することから
日本国憲法が規定する民主主義や法の下の平等、思想良心の自由に反するからで、反するということから廃止をされたのだと思います。だったら国葬しちゃダメじゃないですか。吉田茂さんの国葬の時に社会党の国会議員が根拠がない、国葬令がない、問題であるという発言をしていたというのを読みました。まさにそうではないでしょうか。根拠がない、そしてまさに休日になり、そして吉田茂さんの時は私が読んだ範囲で言うとサイレンが鳴る、あるいは駅のアナウンスでまさに黙祷してくださいというものが流れる、まさに国民全ての人に対してまさに喪に服することを強制される。皆さんどうですか。これは憲法が規定する思想良心の自由に明確に反するものではないでしょうか。そうしたい人ももちろんいらっしゃるでしょう。でもそう思わない人もいる。それを国葬という形で今改めてやること、しかも閣議決定でやることに私たちは強く抗議をしたいと思います。思えば安倍政権も集団的自衛権の行使を認めるなど閣議決定で勝手にやってきました。民主主義を、憲法をこのような形で踏みにじるなと思いますが、皆さんどうですか。そして安倍総理の銃撃という痛ましいこととは別に、安倍政治とは何だったのか、自民党政治とは一体何だったのか、その徹底究明と検証が必要です。皆さん、私、社民党党首福島みずほ、安倍さんの政治2つの点で大問題であったと思います。第一に違憲立法である集団的自衛権の行使を認める安保関連法、戦争法など明確に憲法違反の法律を作ってきたからです。そして第二に、まさに政策の私物化、税金の私物化、まさに政治の私物化を行ってきたことについて明確な説明責任を全くしなかった森友、加計学園、桜を見る会など疑惑は全く晴れていません。これの徹底究明もこれからやっていかなければならない、そう思います。そして皆さん、自民党と統一教会の関係もしっかりとことん究明し検証されなければならないのではないでしょうか。政治がどこまで歪められてきたのか、なんで国会で選択的夫婦別姓や同性婚がなぜ実現できないのか、なぜ日本の政治がこのようになっているのか、それの徹底的な検証が必要だと思いますが、皆さんどうですか。私たちの民主主義はそのとことんの検証からまさに生まれると思いますが、皆さんどうですか。私たちは政治を変えたい、歪んだ政治を変えたい、私たちの政治をやっていきたい、そう思います。そして皆さん、今度の選挙が終わってまさに改憲を阻止していく、戦争しないと決めた憲法9条改悪させない、そのためにたくさんの人たちと一緒に私たち力を合わせていこうではありませんか。選挙の最中にまさに思いました。防衛予算11兆円よりも福祉や教育の予算に充ててくれ、そんな声をたくさん聞きました。私の生活どうなる、生活が大変、賃金が安い、食べていけない、生きていけない、何とかしてほしい、大学の学費が払えない、高校に行きたい、でも家にお金がない、たくさんの声を聞いてきました。皆さん、憲法9条改悪ではなく、まさに生存権などを保障した日本国憲法の実現こそ今政治がやるべきではないでしょうか。そして憲法9条を変えて戦争のできる国にすることに断固反対です。命を政治は大事にしなければなりません。そのためにさっき菱山直子さんもおっしゃいました、国民投票をやったら絶対に負けるぞ、そんな状況を一人一人と草の根で私たち作っていこうではありませんか。市民と野党の共闘、そして若い人やたくさんの皆さん一人一人に働きかけ、一緒に議論し、憲法9条を改悪させない、憲
志向を生かしていく、私たちが民主主義を実現していく、そんな政治を社民党全力で皆さんたちとやってまいります。市民と野党の共闘、共闘で私たちは新自由主義でバラバラにされ、自己責任の呪いをかけられ、なかなか話すらできない、そんな状況も多くの人にあります。だからこそ話をし、つながり、そして政治を変える、そんなうねりをまた本当に皆さんたちと作っていきたい、そう思います。社民党のその決意を申し上げ、そしてみんなで野党と野党は共闘し、市民と共闘し、もっともっと広げて頑張る、そのことを訴えて、福島みずほの心からの挨拶といたします。頑張りましょう。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、共産党参議院議員、田村智子さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。こんばんは。比例代表で3期目の議席を得ることができました、日本共産党の田村智子です。本当に大きなご支援ありがとうございました。この選挙反省するところもいろいろあるんですけれども、私たち本当にですね、これほどこの憲法をめぐって対話をするようにして政策をお話しすると、ビンビンといろんな方々にその訴えが響いていくっていう手応えを感じた選挙ってなかなかなかったんですね。その大きな現象というのか、それが東京選挙区で私たち日本共産党から立候補いたしました山添拓さんが、憲法が希望ということをスローガンに掲げて、この選挙期間中にどんどん若い皆さんの支援の輪がですね、広がっていって、その選挙で応援のために駆けつけました。ビラ配りたいです。私は何をしたらいいでしょう。選挙が終わってその報告の街頭宣伝をやると、そこに駆けつけてきた若い人がこういう選挙の結果を受けて、それでは私は何をしたらいいでしょうと、こんな風に話しかけてきてくれる。私もなかなかたくさんの選挙戦ってきましたけれども、今までに経験のしたことがない現象がまだ短所的かもしれない、でも起きているんだっていう、ここはですね、ぜひ確信にしていきたいと思っています。先ほど来お話ある通り、国会の中で改憲勢力3分の2というふうに言われています。しかし憲法9条にただ自衛隊を書き込むだけだよ、こういうのも通用しなくなったと思うんです、今度の選挙で。だって軍事費2倍ですものね。敵基地攻撃能力の保有なんですよ。それは憲法に今の自衛隊書くだけですよ、何にも変わりませんよ、ではなくて、まさに何をしたいがための憲法9条改憲なのか、このことが今見えてきたんじゃないでしょうか。11兆円もの軍事費に多くの国民の皆さんは不安を抱いていると私は思います。たくさんの政党が子育て予算を増やします、教育予算を増やしますとこの選挙で言った。しかしそれは軍事費2倍、11兆円もの軍事費と両立することなどできない。暮らしの予算がどうなるのかと、こういう問いかけに果たして国会が始まったら岸田政権はどう答えていくんでしょうか。まさにこれからが私たちがこの改憲策動が何を目指しているのかを具体に問うことのできる、そういう局面がやってきているんだと思います。参議院選挙が終わって、国会は8月の2日から始まると言いますが、3日間で終えようとしているんですね。今日私たち小池晃職局長も記者会見の場で、それはダメだと、やはりですね、今この新型コロナの感染もこれほどひどい状態になってきている、それから選挙の中で問われた軍事費の問題、ロシアのウクライナ侵略に対して日本はどうしていくのかという問題、それから9月に本当に安倍晋三氏の国葬をやるのかと、こんなことを国民に問うこともなくですね、議論もなくですね、弔意を押し付けるようなやり方、これ認めるわけにはいかないわけですから、たくさん国会の中で議論すべきことがあるんじゃないでしょうか。まず皆さんそういう声上げていきませんか。たった3日で終わるんじゃないと、世界も日本も本当に大変な状況に直面している、物価高の問題も含めて、そこに対して岸田政権は今すぐ何をするつもりなのか。8月は概算要求が作られる時でもあります。
来年度どういう予算編成をしようとしているのか、それは与党の中だけとか政府の中だけで話し合われるものではないんですよ。この物価高、円安、どうしてくれるのか、何をするのか、それは国会の中で議論すべきなんじゃないでしょうか。安倍晋三氏が本当に国葬に値するような何の功績を残したのか、彼がやったことがどのようなものであったのか、それは国会において議論されるべきなのではないんでしょうか。そしてまた、この私たち軍事費ではなく外交ってことを訴え抜いたわけですよ。そして核兵器禁止条約の締約国会議に岸田さんは行かなかった。今度は NPT 会議が行われる。ロシアの核の脅しに対して、またウクライナの戦争を終わらせるために、一体日本はどういう外交をやるべきなのか、軍拡の議論だけじゃない、どういう外交をやるべきなのか、特に問われるのは、ロシアを包囲しなければならないときにアジアを分断し、アジアの中に敵対を作り、アジアの中に敵だとみなされる国を持って、敵基地攻撃能力の保有、こんなことをしたら世界に対してどういうメッセージになり、それは日本に本当に平和をもたらすのかどうか、こういうこと全部直ちに議論していかなければならないんじゃないんでしょうか。ぜひ私たち国会の中で、またね、野党の共闘も作れるように頑張っていきます。そしてまた、この国会を動かすのが市民の皆さんとの共闘の力であるということを、私たちは数々の違憲立法との戦いの中で確実にその歩みを進めてきたと確信をしています。今一度多くの市民の皆さんと憲法をめぐって、軍拡をめぐって、暮らしの問題をめぐって、大いに対話を広げていきたいと思います。対話をすればするだけ、おそらくはこんな政治ではおかしいという声は広がっていくと、私はそのことが参議院選挙の確信にもなっていますので、皆さんと一緒に新たな挑戦やりながら、何としても体験阻止、暮らし守れの声広げていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて、立憲民主党の衆議院議員、吉田晴美さん、よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。立憲民主党衆議院議員の吉田晴美です。今日先ほど雨が降ってましたけれども、上がってよかったなと思います。皆様今日もこうして心を一緒にするこの機会をいただきありがとうございます。今皆さんが考えている問題点、私も共有しています。もう今ね、本当にこの参議院選挙が終わって、次に開かれる国会がすごく実は不安です。今ここにプラカードを持っていらっしゃる方もいますけれども、安倍元総理の国葬に対して、これ自民党の皆さんは暴力に屈しない民主主義の国家だということを示す機会だとおっしゃってますけど、とんでもないですよ。民主主義国家を標榜するなら、まず議論を重ねること、違う意見を聞く場を設けること、そして時間をかけて結論を出していくという、まさに民主主義の基本に立ち返らなきゃいけない。私は国葬には反対の立場です。これね、もうでも今国の政治を皆さん見て感じるんじゃないでしょうか。野党の国会議員の声聞かないっておっしゃった自民党の山際さん、覚えてらっしゃいますか。国民を馬鹿にした話ですよ、これは。本当に私たち野党議員も、福島みずほ先生も田村智子先生もここにいらっしゃいますけれども、私たちに託した皆様の声を聞かないってことですよ。これはね、本当にまさに民主主義国家としてありえない発言です。もう私はもう本当にあの発言には申し訳ない、大変な怒りを覚えました。そして今回の国葬の話もそうです。いきなり、ね、私がツイッターでですね、安倍元総理お亡くなり、銃撃に倒れられてまだ1週間、
なぜこんなに急いで国葬を決めるんですか、閣議決定するんですかということをつぶやきましたら、あなたバカですかと、国賓が来るこういう国葬で早くやらなきゃいけないんだっていうね、リプライがついたんです。でももう一つありました。あの国葬、吉田茂元総理の国葬の時には何年かかけてその実施を決められたそうですよね。1週間なんて早すぎますよ。だってまだ私たちの声も聞いてないです。国会に送られた私たちの声もちゃんと聞いて議論するのが民主主義、それが国会です。これも無視して国葬を決めること、まさに民主主義を標榜することなら国なら絶対にやってはいけないこと、これが本当に私は声を大にしていたい。そしてもう一つ、あのごめんなさい、ちょっと私も今すごい国葬のことで頭がいっぱいなんですけれども、保守層への配慮というようなこともねおっしゃいましたよね。これはね、政治的活動のために国葬を利用するのは絶対ダメです。政治的動きなら自民党総でよろしいじゃないですか。勝手に出るよ、ね、国葬ということは日本国民皆さんに弔意を示し黙祷させられるんですかね。これ思想信条の自由、これは憲法違反になります。こういったこともきちんと議論をさせてください。それが国会です。私は改めてその点を申し上げたい。そしてもう一つ、私は先週のニュースの中でも本当に心を痛めているのが原発の再稼働です。これも今年の冬までに最大で6基原発を再稼働すると言ってます。日本は時代に逆行するんですか。私本当にこれも誤った判断だと思うんです。でもこういったことも決めたから、選挙で勝った自民党だから決めましたから進めます。俺完全に民主主義ではありません。原発のことも皆さん、あの参議院選挙で政見放送を聞いてると、あの私の友人も言ってたんですけど、みんないいこと言ってみんないい人に見えてくるって言うんですね。いやそうですよね。だってはっきり言って当たり前のこと言ってます。子供たちの未来に責任を持つ、誰一人取り残さない、そういう社会を作る、そうだよねって思うんですよ。でもね、政治家の皆さんは言ってることとやってることが違うんですよ。本当に誰一人取り残さない世界を作るなら、この環境、世界には国境がありません、環境には国境がありません。それを壊すような原発再稼働絶対やっちゃダメなんです。ちゃんと再生可能エネルギーに舵を切ることをしましょう。もうそれでなくても日本は遅い。本当にね、こういう国づくりのところの話をさせてほしいのに、決めたから、選挙に勝ったからって言って進めていくことのこの国会の危うさを私は非常に強く感じています。子どもたちの未来がかかっているから、環境のことをしっかり考えなきゃいけない。そしてこの物価高で生活が私たち本当に大変な状況になっているから、もう一度雇用のことも考えましょう。もっともっと非正規雇用が増えて、そして大企業主導の経済になっていって、安倍元総理が、ね、推進された9年間のアベノミクス、これ私申し訳ないけど評価できないです。この中で非正規雇用増えていったし、結局見てたのは株を持っている方々、一部の富裕層の方の経済対策です。株を持ってた人は2倍になりましたよ、株価上がりましたから。私たちの暮らしは良くなってない、良くなってないどころか悪くなってるじゃないですか。この間給与は上がらないけれども、教育費皆さん倍になってるんですよね。ご存知でしたか。私が大学時代、国公立大学の授業料40万円ぐらいでした。もしかしたら私のお父さんお母さんの世代は数万円だったよっていう世界もあったと思うんですね。国立大学の授業料今80万円ですよ。80万円、国立大学、私立大学じゃないです。
で賃金は上がっていない。どこにしわ寄せが来ているか。私たち生活者です。もうこの事実に私たち生活者本当に声を上げる時だと思うんですけれども、皆さんいかがでしょうか。こうした生活者が置き去りの経済対策を私たち生活者の面に向け、原発再稼働なんていう時代と逆行するようなことではなく、本気の脱炭素社会、そして再生可能エネルギーへ舵を切った国に、また国葬という思想信条、この自由を犯す恐れの憲法違反のある国葬には反対し、しっかりと人権を大事にする私たち一人一人の意見が大事にされる、そんな皆さん国会にしたい。どうか一緒に声を上げ、そして一緒に国の政治を作っていただきたい。まだまだ私たち野党は数が少ないです。それでもひるむことなく立憲野党頑張ってまいりますので、どうか皆様一緒に頑張ってまいりましょう。ありがとうございます。立憲で国葬反対してもらおう。ありがとうございました。続いてですね、参議院会派の沖縄の風からはメッセージをいただいていますので、私代読させていただきます。開催、参議院議員の伊波洋一です。同じ沖縄県選出の高田哲美議員とともに会派沖縄の風を結成して、沖縄の声を国政に届ける活動をして続けてまいりました。私事になりますが、県内外から多くのご支援をいただき、この度参議院沖縄選挙区で再選を勝ち取ることができました。この勝利は県民と全国の市民お一人お一人の勝利です。改めてこの場をお借りして感謝を申し上げます。今後とも我が国の平和と立憲政治を守るために全力を尽くしていきます。ロシアによるウクライナ侵略は絶対に許すことはできません。即時停戦撤退を強く求めます。今回の事態は軍事一辺倒の安全保障がいかにもろく危険であるかをまだまだと見せつけています。これに乗じて政府自民党内では軍事費倍増や核シェアリングまで公然と語られ、軍備拡張の動きが進められようとしています。沖縄においては米軍の辺野古新基地建設の強行、自衛隊ミサイル部隊の配備などの軍備拡張、台湾有事を想定した米軍と自衛隊の共同訓練が強化されています。米軍小部隊が、南西諸島の島々に低空飛行で侵入し、ミサイル部隊を下ろして中国軍を攻撃し、また部隊を回収し、直ちに飛び去る米軍と自衛隊による遠征前方基地作戦の共同訓練が沖縄や日本全国で繰り返されています。米軍が日本領土から中国軍を攻撃すれば、日本は安保条約に基づき、米軍の対中国戦争に同意したと、見なされ、台湾有事は、日本有事になります。安倍政権が進めた戦争ができる国づくり、菅政権が強行した土地規制法により、こうした南西諸島を戦場にする仕組みが進められています。陸路での避難が可能なウクライナと違って異なって、与那国、石垣、宮古、沖縄と、奄美など南西諸島からに、住民が避難する手立てがありません。日本政府は国民保護の責任を自治体に押し付け、輸送手段を全く確保していません。そんな状態で戦争準備だけが進んでいくことに、沖縄県民として強い憤りを覚えます。再開する国会では沖縄県民の声をさらに強く政府に突きつけていこうと考えています。南西諸島の軍備拡張ではなく、問題解決に武力を用いないことを定めた日中平和友好条約以下の日本と中国の間の4つの基本文書をあらゆる機会を捉えて確認し、活性化し続ける方が日本の平和につながっていくと考えます。軍事一辺倒の今の安全保障政策を外交を中心に転換していくことが必要です。去る参議院選では
残念ながら改憲勢力が参議院の3分の2を占める結果になりましたが、自民党が狙う憲法改悪、敵基地攻撃能力、核シェアリングなど戦争ができる国づくりの強化を阻止できるか否かは市民と野党の共闘にかかっています。共に頑張りましょう。参議院会派沖縄の風代表伊波洋一というメッセージをいただいております。ありがとうございます。このように立憲野党の皆さん、これからも頑張ってくださる決意を述べていらっしゃいます。ともども頑張っていく決意を込めて拍手で、送っていきましょう。ありがとうございました。続いて市民の発言にする前に、また短波のアピールをさせていただきたいと思います。私もここのような場に立ってですね、結構長いんですけれども、かなり正念場という言葉をですね、何度も使ったかなと思います。でも言わせてほしい、今が正念場です。国会で、今、ご挨拶にあったように3分の2、改憲勢力が握っているような状態であって、決して油断はできません。やはり国会だけじゃなくて国会外でも共に頑張る、私たち総合会議とか全国の皆さんの頑張りがですね、本当に問われる、これからの、臨時国会、そして秋の、改憲阻止の戦いというふうになっていくかと思います。ぜひここが踏ん張りどころ、踏ん張るためにもぜひ皆さんの応援を、が必要です。ぜひ、今スタッフが回っていますので、カンパを寄せていただけると大変ありがたいと思います。ありがとうございます。それでは続いてですね、市民からの発言ということで、今沖縄の風からのメッセージもありましたけれども、今日はオール沖縄会議の事務局長の福本さんと電話がつながっております。ちょっとお待ちください。今音声をつなげますのでよろしくお願いします。総係19日行動にお集まりの皆さん、こんばんは。辺野古新基地を作らせないオール沖縄会議事務局長の福本裕二です。まずは沖縄から伊波洋一さん当選にご支援いただいた皆さんに感謝申し上げます。辺野古を取り巻く沖縄からの報告の時間をいただき感謝します。沖縄は今年は復帰50年を迎えましたが、日米安保の前に人権も自治権もないがしろです。辺野古新基地建設の近況を報告します。ご承知のように玉城デニー知事は昨年11月、軟弱地盤に関わる設計変更法に基づき科学的に審査し不承認としました。しかし国は不当にも国民のための救済措置である行政復帰審査請求を国が国に申し立て、知事権限に不当に関与し、今年4月知事の不承認を取り消しました。さらに県が設計変更を承認しないのは法令違反だと是正の指示を振りかざし承認を迫っています。結論は8月中に国地方係争処理委員会から出されますが、国の不当な関与ではないかとする県の審査申し出に対して7月の12日知事権限の不承認取り消しを国交大臣の裁決に問題はないと県の申し出を却下しました。それは小野田知事の時代の2015年の埋め立て承認取り消し、そしてその後の2018年承認撤回の時も同じやり方です。県と国の対立した主張は裁判ではこれまで審議されていません。全国の行政法学者らも国が審査制度を使う手法は不適切で間違っていると批判しています。今回は軟弱地盤の存在で
このままでは工事ができない国が設計変更の承認を求めているのです。沖縄県は法に基づき科学的に不承認としました。地質や環境の専門家は国の新たな設計変更書の内容でも震度1以上で護岸崩壊の恐れがあると指摘し、ジュゴンをはじめとする多様な生物を育む自然環境は守れないと警鐘を鳴らしています。沖縄は戦後27年間米軍の施政権下で人権も自治権もなく基地の負担に苦しめられてきました。復帰後も軍人軍属が関わる事件事故のほか、軍用機の墜落、部品落下、不時着などの事故はたくさん発生しています。ヘリの部品が保育園の屋根や小学校の運動場に落ちた2017年の事故は教育現場でさえ今も安心安全ではないことを示しています。そればかりか昼夜を問わない航空機騒音、排気ガス、基地に禁輸すると思われる PFOS などが飲料水を含む生活環境全般を汚染している恐れがあります。しかし日米地位協定は基地への立ち入り調査を拒み、県民の人権や自主権は今も置き去りのままです。この国は日米安保条約に伴う基地の過剰負担を戦後も復帰後もずっと沖縄に、そして沖縄の未来へも押し付けようとしています。そして今日米安保で台湾有事になれば沖縄が真っ先に戦火に巻き込まれると言われています。辺野古新基地を争点とした2度の知事選、県民投票の民は全て建設ノーです。設計変更を法に基づき不承認とした知事判断を県民は支持します。この地で命を捧げた多くの御霊を慰めるために基地建設への遺骨混じりの土砂採取を許しません。沖縄を平和な島として次世代に引き継ぐために私たちは辺野古新基地建設のを訴えます。皆さん、沖縄と共に憲法が保障する基本的人権、政府に二度と戦争をさせない平和主義を共に守り育てていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました、沖縄のメッセージ、寄せていただきましてありがとうございます。続いて、女性の取り組み、報告ということで、女性による女性のための相談会の猪木さん、よろしくお願いいたします。皆さん、女性による女性のための相談会に参加している猪木康子と申します。私たちは2021年3月以来5回目の女性のための相談会を7月1日2日文京区民センターの2階を中心に開催しました。今回は文京区からのお話もあり、文京区の講演を受け、メイン会場の提供もいただきました。これまで同様労働弁護団、女性労働 PT、 東京第二弁護士会からの協力などもいただき、初めて金曜日土曜日の開催でした。相談は100件弱でしたが、多かったのは離婚、別居、DV、子ども、家族、家庭に関する問題、そのうち特に DV に関する相談が最も多く、DV といっても住むところや仕事があっても生活が苦しい、生活費をもらえないという経済的 DV が目立ちました。物価高の影響により、生活に大きな制約を強いられている人も多く、生活がさらに苦しくなった。生活保護を利用していても生活が苦しい、厳しい。年金が減額されたことで猛暑にクーラーを使わず電気代を節約している、食事を3回から2回に減らして節約しているなどの生活の逼迫状態が語られました。
この相談会が安心して話すことができる場になっているのはリピーターの方が多いことからも分かります。今回は引き続くコロナ禍で会場の制約もあり、会場は飲み物しか提供できませんでしたが、マルシェでお米や野菜、花、生理用品などを提供し、ボランティアでヨガの指導やマッサージの提供もありました。相談者からは初めて来ました、相談ができお土産もマッサージもやってもらい、自分をねぎらったことがなかったので嬉しかったという声もありました。今回もお米の提供がありましたが、従来は最後まで残っていた5キロ入りのお米が最初になくなりました。それほど状況が逼迫してきている、悪化してきているということだと私は実感しました。さて皆さん、13日に世界経済フォーラムがジェンダーギャップ指数を公表しました。今年は146カ国中116位、昨年は156カ国中120位で、一見順位が上がったかのように見えますが、総合点数は昨年より悪化しています。とりわけ経済分野で昨年117位だったのが121位に落ちたのです。女性の、コロナ禍で女性たちの労働参加率が下がったこと、管理職は男性が増えたのに女性が減ったことが影響しています。そしてアジアで見てもタイが79位、ベトナム83位、インドネシア92位、韓国99位、中国102位、そして日本は116位です。一体どこが先進国なのでしょうか。今またコロナが広がっています。この猛暑に電気代節約でクーラーもつけられないという生存に影響する状況を変えるのにために政府は働くべきです。最後に一言、私は安倍の国葬に反対です。1円単位とも税金を使ってもらいたくありません。以上です。ありがとうございました。続いて日本山妙法寺の武田孝夫さんに、発言をお願いいたします。仲間の皆さん、ありがとうございます。この場をお借りしまして、沖縄島南部糸満市熊野鉱山開発計画に対する合意案の撤回を求める緊急要請のファックス送信と郵送のお願いについてご説明させていただきます。今緊急要請ファックス用紙をお配りいたしております。ホチキスで止めた3枚つづりの用紙です。ご受け取りをお願いいたします。私が立っているこの演台の前でもお配りしております。要請先は公害等調整委員会委員長宛てと玉城デニー沖縄県知事宛ての2つです。公害等調整委員会が示した合意案なるものが撤回されなければ来月8月末にも沖縄戦のご遺骨を含む土砂が辺野古大浦湾の海に投入されてしまいます。そうさせないために今月28日までに公害等調整委員会と玉城デニー知事宛にファックス郵便要請をお願いいたします。時間がありません。至急皆さんのご協力をお願いいたします。合わせて7月29日の公害等調整委員会への要請と院内集会へのご参加もお願いいたします。遺骨土砂の問題は妥協の問題ではありません。ご遺骨の尊厳が守れるかどうかの人道上の問題です。ご遺骨をご遺族のもとへ速やかにお返ししましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。今韓国でもこの19日行動に連帯してですね、行動を取り組んでくださっている皆さんがいらっしゃって、またメッセージを寄せていただきましたので、読み上げていきたいと思います。日韓関係の回復と東アジアの平和のために絶えず戦っている同志の労苦に心より敬意を表します。平和を切に願う私たちの望みとは異なり、朝鮮半島は再び南北関係が硬直化し、いつどのようなことが起こるかわからない危機的状況に突き進んでいます。日米韓軍事協力の強化は朝鮮半島の平和を脅かす段階を超え、東アジアの平和までも危うくしています。
日韓平和市民が連帯協力してその動きを止めなければなりません。日本は7月10日の参議院選挙で与党が過半数以上を占め、平和憲法の改憲が現実化する可能性がさらに高くなりました。しかし落胆するのはやめましょう。日韓平和市民を超え、世界平和市民とともに一層強固に連帯し、改憲を必ず阻止し、平和に向かって進みましょう。日韓和解と平和のために戦う日本の同志たちに深く感謝し、健康であることを祈ります。2022年7月19日、韓日和解と平和プラットフォーム高知団ということです。どうもありがとうございます。非常にですね、私たちの動きというのは、朝鮮半島そして東アジア、全世界から注目されるというかですね、そちらと連帯しながら平和を勝ち取る戦いだと思いますので、より一層頑張っていく必要があるかと思います。そういった立場に立って創価会行動実行委員会は今後とも、取り組みを続けていきます。行動提起を共同センターの高橋さんからお願いします。皆さんご苦労様です。憲法共同センターの憲法会議、高橋と申します。よろしくお願いします。皆さん、参議院選挙では自民党が単独で63議席を獲得し、大勝圧勝したと報じられています。しかしよく見ると、自民党は昨年の総選挙に比べ得票数、得票率とも減らしています。比例区では165万票も減らしたのであります。そして1議席減らしました。得票率では 34.7% から 34.4% と 0.3% 減らしていますし、全有権者の中での支持率である絶対得票数は 16.8% から 16.8% で、総選挙では18.9% でしたので 2.1% も減らしたことになります。なんで自民党が63も取ったのか、それは選挙区で36から45席へと伸ばしたからであります。野党共闘が不調に終わり、32の1人区で11の1人区でしか候補者を一本化することができませんでした。結果、野党系の勝利は4選挙区のみで、前回の2019年から大きく議席を減らした、このことであります。法政大学の名誉教授の五十嵐仁氏は、野党は自民党に勝利をプレゼントしたとおっしゃっています。そして五十嵐氏は野党共闘の重正要性を指摘して、共闘体制の早期確立を訴えておられました。皆さん、結果として大変厳しい事態でありますが、私たちは2012年から2019年の参議院選挙の間、衆院衆参両党で衆参両院で改憲派が3分の2を占めるもとでも改憲を許してきませんでした。これからもですね、大変厳しい状況はあるわけですけども、その2012年の時立ち返ってですね、もう一度草の根から改憲反対の運動を広げに広げて、共闘も広げに広げてですね、大きな野党共闘を作っていこうではありませんか。そのことで次の選挙では改憲派を総選挙でも参議院選挙でも3分の2に終わらせる、このことで運動者ではございませんか。皆さん、これからの戦いが極めて重要だと思います。具体的な行動を提起させていただきます。一つはですね、街頭宣伝が極めて重要かと思います。総掛かり行動実行委員会の7月の新宿での宣伝行動は22日の18時半からなります。ぜひご参加ください。
8月は17日に同じ新宿で同じ時刻に行います。ウェメンズアクションにつきましてはまだ決まってないそうで、8月については明日決まるそうです。総がかり行動実行委員会のホームページで紹介しますのでご覧いただきたいと思います。それから19日行動ですが、8月19日金曜日ですね、8月は18日にこの場所で行います。9月の19日行動はすでにご案内のように敬老の日ですけども、総がかり行動実行委員会とさよなら原発専任会1000人1000万人アクション共闘で代々木公園で1時半から集会を行います。さらに8月22日月曜日ですが、18時半から総がかりと全国市民アクションの秋の戦いの決起集会を連合会館ホールで行います。大変コロナ感染で厳しい状況もありますけども、ぜひとも健康に注意されてこれらの行動にご参加いただきたいと思います。最後に今日の参加者はこういう状況の中で600人もの方が集まってくださいます。共にこれから頑張っていこうではありませんか。くよくよしてる時ではありません。共に遊びに向けて頑張り合いましょう。ありがとうございました。はい、今定期にあったように7月8月と暑い中、そして、各地で災害もあります。そしてコロナもまだ、収束していません。しかし、今、頑張ってですね、声を上げていくということがですね、やはり重要になってきます。総がかり行動、実行委員会もですね、今定期があったように頑張ってまいりますので、すいません、今お話にあった中でですね、総合行動の、連合会館でのですね、決起集会は6時半からの開始ということで、ちょっと30分間違っちゃいましたので、その訂正をさせていただきます。新宿西口は6時から、決起集会は6時半ということです。はい、すみません、混乱させて申し訳ありません。引き続き頑張っていきましょうということで、今日は、これで終えていきたいと思います。引き続き頑張っていきましょう。ありがとうございました。